朝練はこのぐらいでいいだろう。次は村の見回りでもしようぜ。お前が道場を継いでもう5年か。ずいぶん変わったよな。そうか。都の方はずいぶん物騒になったって言うしな。怪物やら盗賊団やらの犠牲者も結構な数になってるってみたいだな。いろいろ変わっちまったよ。親父さん心配だな。大丈夫だよ、あの人なら。今までは平気だったけど、俺たちのスタール村だっていつどうなるか。おっと、なあ、あれミキじゃないか。ミキ？ミキももう18だっけ。ずいぶん大人っぽくなったよな。ずっと妹同然だったからな。まだまだ子供にしか思えないよ。ちょっと行ってみよう。どうしたの？なんかあっちの方に人影が見えた気がして。人影？多分最近物騒な噂が多いから気になって。あの影、マジか。いたよ本当に。がっつりと怪しいでしょ。どう見たってスタールのやつじゃないな。どうする？ね、どうしたらいい？村長に報告して対策を練ろう。おい、いいのか、あいつら放っておいて。ここから捕まえに行ったって逃げられるのがオチだ。それより迎撃の準備をした方がずっといいだろ。さすがは神譲流の正統後継者。軍師っぷりも親父さん譲りだな。本当なのか、その見張りとかいう話は。確かです。で、何者なんだ？エイタロン。エイタロン？極悪非道って噂のあの盗賊団か。実際盗賊団なんていう規模や凶暴さじゃないようだ。5年前父が都に招聘されたのもエイタロンに抵抗するため、国中を回って武術を指導するためだったんだから。無理だ、そんな連中に目をつけられてどうしろというのだ。村長、どうしたらいいんだ。私は戦のことなど何もわからん。村長、落ち着いてください。村長が慌てていては村のみんなも動揺します。私が戦いの指導をします。フィデルニー。ま、他に敵役もいないわな。頼む、フィデル、この村を救ってやってくれ。全力で当たります。異常なし。いつ来るかわからないのを待ってるってのもじれったいな。そうか、
男たちはみんな思ってるさ。これで来なかったりした日には。来ないなら、その方がいいに決まってる。防げるかな。相手の規模にもよるけど、多分、一度なら。一度か。二度目は厳しいだろう。みんなの心身も、建物も痛む。どうする？中央に援軍を送ってもらうしかない。それもこれも、最初の襲撃に。来た！お前は女子供を道場へ誘導しろ。わかった！みんな！戦闘準備だ！他も守らないといけません。村長はそのまま隠れていてください。なんとか。今回はなんとかなりました。ありがとう。本当にありがとう。今回は撃退できましたが、次はどうなるか分かりません。次？奴らがまた攻めてくる。おそらく、はあ、嘘だと言ってくれよ。でどうすんだ。何か考えがあるんだろ。国に援軍を頼みましょう。援軍？それはいい。すぐに出発します。お前の軽口もしばらく聞かれないな。寂しいか？せいせいするよ。ひでえな。無事に帰ってこいよ。絶対に間に合わせる。
それまでスタールのみんなを頼む。引き受けた。ごめん。私も一緒に行くから。は？一緒に都まで行くの。ふざけるな、早く帰れ。おい待てって、どんなに危険か分かってるのか。危険だから行くんでしょ。昨夜だって危なかったじゃない。一人じゃ行かせられない。わがまま言うな。私が危なくなったら助けてくれるって信じてるから。おいミキ、連れてってくれないなら一人で行くから。盗賊に捕まるかもしれないし、凶暴な動物に襲われるかもしれないけど、それでも行くから。決定事項だから。勝手にしろ。なあ、もう分かったよ、連れて行くから。やった。その代わりしっかりついてこいよ。